ラストマン公式 SNS が大慌てで修正金プリ流せ角の〇〇が映り込んだ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。現在放送中の日曜劇場ラストマン全盲の捜査官。 TBSK の公式チックトックが5月7日、撮影の合間に出演者が談笑する様子を公開。刑事役で出演するキング・アンド・ピンス・ナガセカドも場に参加しているが、彼がタバコのようなものを持っているとして、ネット上で騒ぎとなっている。40秒ほどの同動画は、主演の福山雅春ラキャスト陣が台本にある。 歯磨き粉のイントネーションについて議論しているという内容。俳優大泉洋の歯磨き粉のイントネーションに長瀬が手を叩いて笑う場面もあり、和気あいあいとした現場であることが伺える。そんな動画の後半には、撮影直前の大泉が歯磨き粉のチューブというセリフを練習する様子が映し出されたのだが、長瀬ファンはその背後に注目。 そこには、長瀬が出演者の私物置き場に加熱式タバコイーツソースのようなものをしまう姿が見切れていたのだ。案の定、ネット上は大騒ぎに。中には、アイコスの機種や銘柄を特定するファンも多く見られた。ファンからは、レン君ってやっぱりアイコス吸ってるんだ。体は心配だけど、吸ってる姿を想像するとかっこいいな。なんで角のアイコスを許せるんだろうか マジでキュンと好意的な書き込みも目立ったが、この動画は公開からほどなくして再アップロードされた模様。現在はやっつけ仕事のような茶色いペイント加工により、長瀬の手元が塗りつぶされている。この加工処理がジャニーズ側からの要請で行われたのか、それとも TBS の独断で行われたのかは不明だが、ファンからは慌てて塗りつぶしたってことは、 ジャニーズはタバコ N、G で確定裏ではみんな吸ってると思う。シティ、P、O をわきまえてればよくないといった疑問の声も見られる。長瀬の喫煙疑惑をめぐっては、過去にもファンクラブ内の動画にアイコスらしきものが映り込んでいたことがあったため、喫煙者だろう。と、うすうす感じていたファンは多い様子。 そんな中、今回、TBS 側が慌てたように動画を修正したことから、逆に信憑性が増す結果になったとも言えそうだ。長瀬に限らず、ジャニーズタレントの喫煙疑惑は、ファンの間でたびたび大きな話題になってきたが、最近もトラビスジャパン松田玄太の行動が炎上したばかり。4月29日。 グループ公式チャンネルでは、メンバーがスノーボードに挑戦するロケ動画を公開。その中のワイプに、人気メンバーの松田玄太が棒状のものを口元へ持っていった後、白い煙を吐き出す場面が映っており、撮影中に堂々とタバコ吸う松田玄太にドン引きした、喫煙マナーの厳しいゲレンデですなんて、普段からマナー悪るそう、と批判が噴出。この影響からか、 騒動後は、チャンネル登録者数が1000人ほど減ってしまったという。なお、ジャニーズ側は、この騒動後も数日にわたって動画を放置していたが、5月11日現在は問題シーンのワイプが消されている。どうやら、しれっと再アップロードしたようだ。 仕事中にゲレンデで喫煙した可能性のある松田とは違い、休憩中にタバコらし着物を持ち歩いていた長瀬は、何ら問題がなさそうにも思える。ただ、それでも、手元が不自然に塗りつぶされたということは、やはりジャニーズタレントには喫煙バレー NG のルールが存在するのだろうか。